今回は、デロリアンのこのボディに塗装したいと思います。で、今からこちらのデロリアンのボディに塗装をしたいんですけれども、まずはこのデロリアンのメインとなる色はこのカラースプレーのチタンシルバーで塗装したいと思います。で、デロリアンのボディは、まあ、ステンレスボディなんですけれども、ちょっとステンレスの色が、まあ、こう色というか塗装がですね、こうなんか縦に筋が入ったような状態で、こうなかなか再現が難しいので、ちょっとアルミとも違うしシルバーとも違うしっていうところで迷ったんですけれども、このチタンシルバーで塗装しようと思います。まずはこの、バンパーのあたりとか、あとこの横の部分ですね、こちらを、黒で塗ろうと思います。で、黒のところは艶消しブラックで塗ろうと思ってます。で、あとはこのライト周りのこの前の部分と後ろのこのライト周りのこの部分はこちらも色が違うので、こちらはですね、普通のグレーで、塗装をしようと思います。まずちょっと塗りながら、ここ雰囲気変えようかなと思ったら、ちょっと色を足したりとか色を変えたりということはあるかと思うんですけれども、基本的には、この、部分ボディはチタンシルバー、そして、黒でラインとか、バンパー周りをやって、でライト周りは普通のグレーで塗装という形に、やっていきたいと思います。それではまずは、このチタンシルバーで、全体を、塗装していきたいと思います。チタンシルバーで塗装したボディが乾きました。シルバーでこう塗装するとだいぶ雰囲気変わりますよね。なかなかこのチタンシルバーも、ステンレスの色ではないですけれども、もちろんこれはこれでいいんじゃないかなと思います。シルバーよりもちょっとこうチタンがかったというか、ゴールドまではいかないですけれども、こんな感じの色ですね。ちょっとこう金属っぽいこんな感じの色になりました。金属色の塗装はやっぱりこう見る角度によっていろいろ雰囲気が変わるので、なかなか面白いですね。それで次はこのライト周りを塗装したいんですけれども、ボディがせっかくこのチタンシルバーの金属色で塗装しましたので、さっきはこうグレーで塗装しますというふうに言ってたんですが、こちらですね、このメタルが入ったライトガンメタルで塗装してみようと思います。やっぱりせっかくボディが金属色なんでですね、こっちもなんかメタルが入ってた方がこう統一感あっていいかなとは思ったので、一応このライトガンメタルで塗ろうと思います。で、塗り方としてはもうこっちは出してるんですけど、マスキングテープですね、マスキングテープを貼って、このライト周りの部分だけこのライトガンメタルで塗装するという形になります。マスキングテープを貼る作業というのはすごく地味な作業ですけれども、ちょっと集中力を必要とする、これをミスるともう塗装が全て台無しになってしまうという大事な作業ではありますね。マスキングテープ貼り終えました。で、空いてるところが、この正面のこの部分ですね、この部分と、あとはこの後ろのこの部分ですね、もう本当ライトの周りの部分だけです。塗装するのは本当にこの前の部分と後ろの部分のこの2箇所だけなんですけれども、車のボディはパーツがこんな感じで大きいので、マスキングテープかなりこう大掛かりに貼ることになりましたね。もう本当全体を覆ってるような状態ですね。それではこちらのパーツは、このライトガンメタルで塗装したいと思います。ライトガンメタルで塗装した分が乾きました。この、後ろの部分とあと前の部分ですね、こんな感じになってます。塗料自体は綺麗に塗装できてるとは思うので、あとはマスキングがうまくいってるかどうかという感じですね。それではマスキングテープを剥がしていきたいと思います。
この瞬間が楽しみではありますけれども、かなり不安もありますね。おお、比較的大丈夫ですね。変な感じにはみ出たりはしてないです。おお、ここは大丈夫ですね。はみ出たりはしてないですね。おお、よかった。あ、後ろの部分が若干なんですけども、ほんの少しこう薄くはみ出ちゃってますね。両方ともちょっとほんの少しですけども、はみ出てしまってます。あまり目立つようだったら、こう墨入れとかすると多分ごまかせる範囲ではあるかと思いますけども、うん、まあまあ大丈夫か。でもちょっとこれはみ出てしまってますね。やっぱちょっとこうパーツの凹凸がある部分なんで、ちょっとやっぱりその辺こうテープの貼り方が甘かったように思います。で、次もまた、マスキングテープ貼りになります。で、次はどういう感じになるかというと、このフロントガラスの周りとか、あとはこのバンパー部分とかですね、この部分を、このマットブラックで塗装したいと思います。マスキングテープを貼るのが完了しました。で、今回はさっきよりこうちょこちょこしたところでこう塗装するところが多いので、結構時間かかりましたね。うん、それで塗装する部分がこの、まあ、サイドのラインとか、あとは、このバンパーのところですね、バンパーのところ、それからこのフロントガラスの周りの窓枠というかこのあたり、それから後ろのこのバンパーのあたり、そしてこの、後ろの窓のこの横のあたりも、塗装予定ですね。まあ、こんな感じで、マスキングテープを貼るのが完了しましたので、今度はこのマットブラックですね、こちらのカラースプレーで塗装していきたいと思います。艶消しブラックの塗装が乾きました。こう全体的に艶消しブラックを吹きかけると、なんかこう焼け焦げたような状態になってますね。すごいです。で、この状態で見ると、全体的に綺麗に塗れてるかなとは思います。あとはマスキングテープを剥がしてどうなってるかですね。それではマスキングテープを剥がして塗装の状態を確認したいと思います。いやー、でも緊張しますね。ほんとこれがミスってたら今までの苦労がちょっと水の泡なんで。いよいよちょっと境目のですね、大事な部分を剥がしていきたいと思います。いやー、緊張しますね。ほんとミスってないことを祈るばかりです。おー、綺麗になってる。大丈夫かな。あ、前の部分は結構大丈夫です。あー、ほっとしました。で、細かく見るとこう若干塗り切れてないところがあるので、まあ、その辺は少し修正すれば大丈夫で、こうはみ出てしまったっていうところがないのでバッチリです。あー、ちょっと安心しました。マスキングテープを全部剥がしました。全体的な感想から言うと、概ね成功だと思います。で、1箇所はみ出たところがありました。こういう部分なんですけれども、ちょっとここはみ出てますよね。この部分なんですけども、ここが若干はみ出てしまったんですが、そんなに目立つ感じではないですね。ここちょっとこうなんか墨入れとかしてちょっとごまかせるかとは思います。あとはこの前のこの辺ですね、この辺ちょっと濡れてなかったりっていうのがあるので、多分マスキングテープがちょっと深く
かぶせしすぎてしまってたと思うんですけども、こういうところはあるんですけれども、まあ概ね成功と言っていいと思います。本当に細かいところを見ると穴はたくさんあるんですけれども、まあ、僕のレベルからいくとここまでやれてるってことがすごく嬉しいので、自分自身はすごく満足がいく、クオリティになりました。あとはちょっとドアの部分とかの、このモールドの部分ですね、ちょっと墨入れをしたいと思います。で今回は、まあ、塗装しては1日乾かして、でまたもう一回塗装して1日乾かしてっていう形で結構日数がかかってしまったんですけれども、なんとかここまで、できました。なかなかねやっぱりガンプラみたいにこうすごくパーツに分かれてる箇所ではなかったので、まあ、マスキングテープで、塗り分けをしてるんですけれども結構、大変でした。でこれでデロリアンの製作も、まあ、手間がかかるところは多分超えたと思うので、後の工程は結構スムーズにいくんじゃないかなと、思ってます。というわけで今回は、このボディの塗装でした。